皆さん、今日も一日お疲れ様です。本日もゆかりが最新ニュースをお届けします。本日のニュースはこちら。LG ディスプレイ、不良品100万台も廃棄。自国生産 100% 宣言がライン全滅を導いたのか。このニュースに対しての反応も合わせて見ていきます。ぜひ最後までご覧くださいね。LG ディスプレイは、iPhone に供給される OLED、有機発光ダイオードパネルに品質問題が発生していたことが分かったと報じられました。8月下旬から9月までの1ヶ月以上生産された量全体が廃棄されたものと把握されています。今年最初に、新型 iPhone 向け OLED 供給契約を成功させた LG ディスプレイが、中小型パネルの動力さえ喪失する可能性はないかという懸念が出ているとのことです。8日、複数の関係者によると、9月、LG ディスプレイの iPhone 11 Pro Max 向け OLED に品質問題が発生したことが確認されています。モジュール組み立て後のシステムの評価の段階で、パネルに縦縞が生じる現象が現れたことが分かりました。Apple の iPhone は、中国の Foxconn を通じて全量組み立てられます。責任の有無が Foxconn なのか、LG ディスプレイなのかどうかは、正確に確認されなかったとのことです。しかし、これにより、LG ディスプレイの9月の iPhone 向け OLED 供給量が、実質的にゼロに近かったと伝えられました。品質に問題が生じた製品は全量廃棄されます。LG ディスプレイは、7月末、Apple 側に関連するサンプルを供給して、8月から本格的な供給を開始しました。8月の中下旬から9月までの物量に不良が現れた点を勘案すれば、100万台以上のパネルの供給が座礁したものと推定されます。LGD は、あまりにも業界で良くない噂がたくさん回っているので、特に小型の方は仕方ないですね。国産化したとか息巻いてたじゃん。蓋を開けてみればこれかよ。100万ってすごいな。100枚の小脇1万箱だろ？どんだけ工程内検査、適当なんだよ。100万台以上のパネルが不良品って痛いですね。でも、100万台製造するまで気づかないものなのでしょうか。それに、日本製品に頼らず、自国での生産に成功したと発表していた矢先に、このような発表で、お隣の企業も対応に迫られてより、品質のいいものを作るための時間もコストも削られて悪循環に陥っていますね。これも、ムンちゃんのお導きの結果なんですね。よかったら、このニュースに対しての感想も教えてください。高評価、チャンネル登録もいただけると、ゆかりの励みになります。一緒に、楽しいチャンネルを作っていけたら、私も嬉しいです。本日も最後までお付き合い、ありがとうございました。また、次回の動画でお会いしましょう。